んにちは、ちはるです。ご視聴ありがとうございます。今日の動画は上海ディズニーをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず上海ディズニーが開業したのが2016年、世界で一番新しいディズニーパークです。2016年というと日本ではパーフェクトヒューマンが大流行した年、つい最近だと思いませんか。東京ディズニーはランドとシー2つのパークがあるのに対し、上海は1つのパークのみですが、とっても広いので1日で隅々まで見て回るのは難しいと思います。ちなみに私は3日間、開園から閉園までみっちり遊びましたが、全く飽きるということはなく、とても楽しめました。上海ディズニーの最寄りの空港は浦东空港です。私は羽田から行きましたが、4時間弱のフライトでした。ちなみに福岡空港からだとフライト時間は2時間かかりません。福岡から東京ディズニーへ行くよりも短い時間で上海ディズニーへ行けます。浦东空港から上海ディズニーリゾートまではタクシーを利用しました。料金は2000円弱で20分程度で到着しました。ではここから上海ディズニーのパーク内についてお話しします。まずは私の個人的におすすめなアトラクションランキングです。第8位、クリスタルグロットへの旅。東京にあるジャングルクルーズのようなボートに乗ってディズニー映画の名シーンを見て回るアトラクションです。すごい、あんななんてねえ、あ、かわいい。第7位、7人の小人のマイントレインです。今ご覧いただいている映像はフロリダのものですが、フロリダと上海のコースは私は違いは全く分からなかったので、おそらくほぼ一緒じゃないかなと思います。あの流れるハイホーハイホーの歌は中国語でした。空の旅です。ストーリーは東京とほぼ同じ流れですが、街並みや景色がとっても綺麗で鳥肌が立ちました。第5位、レックスレーサー。馬のひづめみたいな形になっているレールのジェットコースターです。単純な動きなんですがめちゃくちゃ大絶叫しました。ジェットコースターの体がふわっと浮く感覚が何度も味わえます。これはファストパスがないので私は開園して1番に行きました。第4位、バズライトイヤープラネットレスキューです。東京にあるバズと同じく的をめがけて光線銃を撃つアトラクションです。東京のものよりもかなり当たりやすくなっていて、当たると持っている銃が振動したり光ったり音が鳴ったりして当たったよっていうことを教えてくれるので、その手応えがとっても嬉しいです。私は東京のは難しくてなかなか高得点が取れないので諦めてほとんど東京では乗らないんですが、上海ではめちゃくちゃハマって何度も乗りました。逆に東京のバズで慣れている方は簡単すぎて物足りないなと感じるかもしれません。第3位はソアリンです。私はソアリン大好きなので上海でも毎日乗ったんですが、昨年東京にできたソアリンの方がさらに素晴らしいのでこの順位にしました。東京にソアリンがなければ1位だったと思います。第2位、カリブの海賊です。東京のカリブの海賊とは全く仕掛けが違います。本当に圧倒されました。東京ではあまりカリブに乗らない方も上海では絶対に乗った方がいいと思います。第1位はトロンです。バイクにまたがるような体勢で乗るジェットコースターです。最高時速は100キロ、世界中のディズニーパークにあるアトラクションで最速だそうです。乗り物としてもめちゃくちゃ面白いですし、作りがとってもかっこいいです。スタートからいきなりハイスピードで動き出すのも魅力です。
国内でいうと富士急のドドンパとか、今はなき北九州に以前あったスペースワールドのザターンみたいなスタートです。他にも紹介しきれないくらい面白いアトラクションがたくさんありました。上海ディズニーはアトラクションの満足度がかなり高いと思います。やばい、かわいい、ミッキー、ミッキー、かわいい、かわいい、やばい、めっちゃかわいい、楽しそう、ミッキー。続いてお買い物についてお話しします。上海ディズニーで売られているグッズの値段は東京のディズニーとあんまり変わらないかなという印象でした。カチューシャが豊富でたくさん売っていました。あとは上海限定のグッズや、私が行ったのが1月の頭だったので新春グッズや福袋も販売されていました。イースターやハロウィンやクリスマスなどその時期によっての限定グッズもあるようです。お菓子類は東京よりもかなり種類が少ないように感じました。お土産でお菓子を配る文化があまりないのかなと思いました。続いてはホテルについてです。私はトイストーリーランドホテルに泊まりました。上海ディズニーの直営ホテルは2軒で、トイストーリーランドホテルと上海ディズニーランドホテルがあります。この上海ディズニーランドホテルよりも私が泊まったトイストーリーランドホテルの方が値段が安かったです。直営ホテルに宿泊するとパークに一般の開園よりも早く入れたり、アトラクションに優先的に乗れるファストパスが特典でいただけたり、ホテルからパークまでの無料のパスも利用できます。そして何よりホテルに帰ってからもディズニー気分を味わいながら寝ることができます。トイストーリーランドホテルは食事なしで1泊1室約2万円でした。スタッフの方々も親切でとても居心地が良かったです。ロビーや中庭でウッディやジェシーのグリーティングが日中に行われているそうですが、私はずっとパークにいたのでホテルでのグリーティングは行っていません。ナンバー5。わ、かわいい、ね、見てかわいい、こっちにもある。今日の動画はここまでです。次回は上海ディズニー後編で食事のことやグリーティング、あとはショーやパレードの映像もお送りします。また過去の動画にはフロリダディズニーやディズニークルーズをご紹介した映像を投稿しておりますので、ぜひご覧ください。最後にこの動画の高評価とチャンネル登録をしていただけたらすっごく嬉しいです。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。